皆さんこんにちは。グッド筋肉痛ライター磯野駅でございます。はい、筋肉痛でございます。いやー、翌日に筋肉痛が出ますね。もう年を取ってからね、翌日翌々日に筋肉痛が出るようになってしまいました。困ったもんですよ、本当に痛い。で、先日ですね、先日っていうか昨日なんですけれども、阿蘇へ強行ツーリングね、行ってまいりました。その帰りね、もう帰ってきて泥のように眠りまして、見事に筋肉痛になっております。阿蘇なんですけれども、まあね、軽くね、感想を語りながら、今日はね、ガソリンを入れに行きまして、で、まあ、帰ったら、この ZX25R はね、洗ってあげようかなと思っております。はい、よく頑張ってくれましたんでね。いつも入れてる NS までガソリン入れに行くんですけど、その間ね、ちょっと感想みたいなことを話しながらと、あとね、ちょっといろいろ考えがね、変わってきたというお話がありますのでね、ちょっとそういうのをね、話しながら行こうかなと思ってます。バイクでの阿蘇、3度目の阿蘇になりましたね。今回は行きは、高速だったんですが、今回は今までの逆行をしていく感じで行ってまいりました。はい、朝からね、まさ朝も早から高速に乗って熊本まで一気に走って、で、熊本降りてから、南阿蘇から帰ってくるという感じのツーリングになりまして、やっぱいろいろね、思ったことあるんですけれども、やっぱり阿蘇はいいですね。何回でも行きますね、あれは。特にね、今回のね、目的だった、ケニーロードをこの 25R で走るというね、目標といいますか、その目的、いや、よかったですね。バチコリ合いますね、 25R とケニーロードは。もう楽しくてしょうがなかった。すごい楽しかった。また行きたいですね。ただね、今回のお話もちょっとそれもしたいんですけど、南阿蘇がね、やっぱりちょっと距離的に結構なもんなんですよ。普通に大観峰から30分か40分ぐらいで南阿蘇に到達するんですよね。やっぱりね、なんだろう、ツーリング先でさらにツーリングに行ってるような感じなので、なかなかその全体のツーリング時間が非常に長くなってしまうんですよね。今回ね、思ったのは、前回前々回すべて今のところ、高速道路を使って行っておりますが、この25R に乗ってね、思いました。僕ね、あの 25R でちょっと今気になっているのが、その燃費というふうに、動画を何本かね、上げておりますけれども、その燃費についてなんですよ。どうもこの 25R 高速を使わない方がね、燃費がすごく伸びるんですよね。高速は逆にもうね、もりもりガソリンが減っていくっていうね、状態でございました。お、かっこいい。うわ、かっこいい。はい、で、その燃費、まあ、その高速道路を、使用するか否かっていうね、お話です、今日は。僕ね、思いました。もちろん高速を使った方が楽だし、安全だし、で、計画性がすごく立てやすいんですよ。で、何より快適であるということだったんですけれども、ことこの 25R になっちゃうと、燃費との戦い気にすんなと言われてもね、やっぱりね、もりもり目の前で予定航続距離がどん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 縮まっていってるのを見ると、やっぱちょっとね、考えるところがありました。あ、これ高速使わねえ方がいいかなと。で、まあ試しも実はあって、昨日のね、阿蘇ツーリングは帰りは、まあちょっと僕時間的に急いでたんですけれども、あ、女子高生が見てる時間的にちょっと余裕がなかったんですけれども、あえてね、高速はもう使わずに下道をね、しっかり、通って帰ってきたんですが、下道でも全然やっぱり余裕ですし、もちろん高速も余裕でした。高速走行も余裕だったし、下道で帰ってくるのも全然余裕でしたので、これ別に高速使わなくてもいいかなっていうちょっと思いがね、出てるんですよね。阿蘇なんかはもうその道中の道が面白すぎるので、楽しすぎるので、高速なしでいいなーっていう気持ちになってます。はい、なのでもうその高速ありきで、ツーリングスケジュールを組んじゃうと、まあいろんなところに行きはするんですが、やっぱりね、マシン的にもちょっとやっぱり、まあ無理はさせてる感じはするんで、ちょっと、考え方を変えて、次からは行く回数を増やして、行ける場所をちょっと減らそうかなと思ってます。まあちょっとね、長々と一気にまとめてやろうというふうにしちゃうと、本当にね、9時間を超えるようなロングツーリングになってしまうんですよね。まあそういう感じでね、ちょっとツーリング計画にもちょっと変更を、した方がいいかなというね、感じを受けました。25R でね、阿蘇に行った感想でございます。はい、痛い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 
ていう感じでございました。いやでもね、良かったっすね。やっぱ阿蘇は何回行っても多分飽きないでしょうね。特にね、やっぱ草千里が良かった。草千里とケニーロードがやっぱり良かったですね。そしてなんといっても阿蘇の火山口がすごく良かったですね。大迫力でしたね。というわけで今日は、阿蘇からの帰りの感想と、これからのツーリングの、まあ、予定の立て方をちょっとね、変えようかなというお話でございました。ということで、以上、味噌ネギでございました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。